ザスト見てきました。ザファースト18の2から見てきました。大変マジでダメだって。手紙はもうあれ卒業式だよ。いやもう最初の誕生日のところからも泣いてたし、もう途中ダメだし、もう泣いたし、最後もうダメだ、もう何があったか覚えてないんだよな。もう最後の手紙というかスカイハイさんとみんなのやり取り見てたらもう全部もう忘れちゃった。まあ基本的にはシャイニングワンのね練習というところと、あとボーカルのトレーニングっていうところだったから、ね、たくさん来たね。あーでももうそんなことはさ、本当にもうあれなんだよね、もうみんなの手紙がもう全てだよ。もうダメだ、俺もボロボロ泣いてたんで、しかもさ、まあちょうどね生配信をねやってて久々に、で生配信の流れからね、あーじゃあ一緒にもうザスト見てみるってなって18の2を一緒に見たんだよね。もうアーカイブ残ってるから皆さんよかったら見てみてください。生配信ね2時間ぐらいある生配信なんですけど、でその流れで見ていって、で見終わって生配信ブチッともうバイバイって消してきて今感想を撮ってんだけど、生配信中にボロボロ泣いてさ、もう本当にダメだ俺ね。えもう今回も俺ビチョビチョなんだよ今、もう本当に。あいやもうレイちゃんのねあの手紙はもうダメだ。レイちゃんが出てきた瞬間俺涙するし、レイちゃんが頑張ってる姿見たら俺涙しちゃうし、うわ何気良気に対するね、諦めなくていいんだよっていうスカイアイさんの言葉とか、ソータに対する言葉とか、もうみんなに対する言葉とか、もうダメだ。最終審査のさ、何本番を前にしてこんなに泣いたら俺どうすんだよマジで。いや涙止まんない。もう何をあったか話す、何話せばいいか分かんないマジで分かんない。何話していい、何話したらいいねえ。合宿が本当にね最終合宿が終わったってことでいいんですから、あとは残すはもう本番のステージのみですからね。もう手紙はさあるとしてもいっちゃん最後だと思ってたのよ。こんなとこで来るか、まあここか、まあそうだよな、結果発表の後にさ手紙なんて読んでられないわな、自分のことで手一杯だわな。ああみんな成長してくれてありがとうってね言ってたね、スカイさんね、みんなのおかげでザファーストはいい方向に進んだんだよって。しかもみんなって言わなくて君がっていうところも良かったよね。君が成長してくれたおかげだって言ってたのがすごくね涙しましたね本当に。いやりょんりょん先生もすごいいい人だよね。あんまりこの感想の中で触れてこなかったけどね、りょんりょん先生もすごい面白くてファニーな方でね、すごいいいですよね、明るくてね表情ねすごく言ってらっしゃる方でしたけれどもね、まあ結構ねミュージカルとかでよく言われるのよ、歌ってる時の表情だったりとか口の開け方とかよく言われる話ではあるんですけれどもね、いやそういったところを細かく指導して、で良かったところは褒めてでねしていくあのりょんりょん先生もいいですよね。そして本当にみんな歌がね伸びてましたよね本当に。でたくさんもね見てくださってね、あの語尾大事にしてねっていう言葉で置いていきまして、普段ね僕は結構たくさんのことはねあのスターウォーズとかねアメコミのね映画の話とかでよくねいろんなところで出てくるので、よくねたくさんのことはねそっち系のねサブカルの方ではね知ってるんですけれどもね、
音楽の話をしてめちゃめちゃ真面目に喋ってるのがすごくちょっとだけ面白かったなと思いますまあこっちが本業なんだけどね、たくさんね。いやみんなね、やっぱシャイニングは難しいよね。あのフェイクの部分とかもすごく難しいしさ、リズムというかテンポ感も速いし、ダンスもすごくステップ踏んでてめっちゃ難しそうだったなっていうふうには思うんですけどね、どういうねパフォーマンスに仕上がってるのかっていうのもね楽しみですし、ラストね20話の時に見れるんですかね。そしてまあ19話に関してはクリエイティブ審査ネオね、クリネオってみんな言ってますけど、僕はねクリオネアかって思いましたねああもうダメだ、泣いてるからさテンポよく喋れないんだけど、クリネオね、楽しみですよね。本当にめちゃめちゃ楽しみです。今回に関してはね、クリネオに関しては描かれてないですけれどもね、本当にどうなるんでしょう。もうねレイちゃんがすごく前向きなんだよな、本当にな、コメントが、それがすごくね僕の涙を誘いましたね、マジで。あとは竜兵がコミュニケーションを取ろうとしてたり、マナティが表情に苦戦していたりとかっていうところもあったし、あとはなんだろう、なんだ、何があったっけ何があったっけ、もうダメだ、全部最後に持ってかれた、全部最後の手紙に持ってかれた。スカイハイさんが正座して待ってるあたりからなんか様子がおかしいなと思ったんだよ、なんでこの人正座してんだよと思ったんだよ。そしたら話し合ってさ、めちゃめちゃその話も良かったんだけど、その後にみんな手紙出してくるじゃん、もう俺の涙腺ドーン、もう涙腺ドーン、もう本当に本当にそんな感じ。もう次がラストだよ、19、20と最後だよ。もうしんどい、疲れた、もう泣きすぎた。いやー大丈夫かこんな感想トークで、本当にね。あーまあ結構ね見てるリアルタイムでもねいろいろ喋ったんですけど、よかったらアーカイブ見てくださいね。多分視聴者の方が何分から何分何秒からリアクションだよみたいなことを多分ねなんかチャプターみたいにしてくれるかもしれないので、ね、わかんないですけど、僕でやれよって思うんですけど、僕どこがどこでとかね見る時間もないんでね、あれなんですが、いやー本当にもうダメだ、過去一泣いた、過去一泣いた、手紙ダメだったよ。もう前までは手紙で泣くような男じゃなかったんだけど、もう年取ったんだろうね、ボロボロ泣きましたね。さあいよいよもう大詰めです、残すは本番のステージのみです。皆さん感想まであともうちょっとですね、しっかりとしっかりと見届けたいなと思っております。また次の感想を楽しみにしててください。もしかしたら19話20話に関しましては生配信でみんなで見ようぜっていうやつやるかもしれません。はい、またそれになったら告知します。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。年内までにチャンネル登録者1万人目指してます。お願いします。また次の動画で、バイバイ